M 級潜水艦はイギリス海軍が建造、保有した潜水艦。大口径火砲を搭載する潜水艦として第1次世界大戦後に4隻が建造されたが、活躍の場がないまま第2次世界大戦までに2隻が事故により沈没喪失し、1隻は巡航をすらしなかった。本級の30.5センチメートル砲の構造を示した模型。潜水艦の構造的制約や、 あるいは利点などを活かして他の軍艦には見られないような奇抜な潜水艦が設計されることは古今東西で稀によく見られることであった。イギリス海軍のモニター潜水艦と呼ばれる M 級潜水艦もそうした試みの産物の一つである。第一次世界大戦当時の潜水艦は技術的未熟から先行進度、速力、攻撃火力、航続距離といった 軍艦としては死活問題となる性能の全てに問題があった。この時代の潜水艦は必要な時のみ潜航するというものであり、浮上したままで航行する場合の方がはるかに多かった。特に通称破壊戦に用いる場合は標的となる商船の前に浮上し警告を与え乗組員退避の時間を与えた上で攻撃するのが一般的であった。そのため商船に偽装した 対潜水艦用の艦艇によって、浮上した潜水艦を攻撃するという戦法も用いられている。それゆえ、浮上して敵に対峙した場合に、火力で圧倒する潜水艦というコンセプトが有効なものであると考えられた。そこで考えられたのは、潜水艦に大口警報を搭載し、目標艦船の傍らで急速浮上後、すかさず手法で砲撃、これに、 致命傷を与えようという構想である。こうして、京急潜水艦の建造計画から4隻を抜き出し、大幅な設計変更を加え M 級潜水艦として着工した。主兵層の 305mm 砲は、環境前方へ、監視方向に設置された。砲塔の旋回角度は、中心線から左右にそれぞれ7.5度と限られており、大まかな方向は、 艦の向きを変えることで調整された。方針の行革は最大20度であり、潜望強深度からでも砲撃できたが、再装填のためには浮上しなければならないという制約があった。弾丸の威力は戦艦の手法と同等であり、命中すれば大抵の目標に十分な効果が期待できた。だが、そもそも潜水艦の最大の特性は、深く静かに先行せよと言われるように、 秘匿性の高さにある。その秘匿性を無視し、敵の眼前に己の姿をさらけ出すという用法は、矛盾を抱えているといえ、潜水艦の溶乱期における試行錯誤の一つに過ぎなかった。結局、潜水艦の発展は先行したままでの魚雷攻撃を主とする方向が大勢となり、浮上しての艦砲攻撃を主とする本艦のコンセプトは、捨てれることとなった。 三隻が進行したものの、m 一が事故で失われた後に、他の二隻は九百二十二年に手法灯を撤去され、m 二は九百二十八年に水蒸気、搭載潜水艦に、m 三は機雷付設潜水艦にそれぞれ改装された。m 四は進行すらせずに廃棄された。ちなみに、m 一の事故から七十年以上経った九百九十九年に調査が行われた結果、 M 級の特徴である手法部分からの浸水がその沈没原因であったと判明している。未春行、ありがとうございます。